皆さん、こんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日は井上正信弁護士に来ていただいております。井上先生は尾道の総合法律事務所を運営されており、日弁連の、憲法問題対策本部の副本部長も、されております。井上先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、で、井上先生とはつい最近ですね、鹿児島で行われたですね、これ2月の23日です、うん、憲法を壊すのは戦争法廃止、鹿児島の会、鹿児島球場の会の学習講演会のメインの講師としてお話をしていただきました。ちょうど私が鹿児島に戻っている時で参加させていただきました。その説はどうも、素晴らしい講演だったと思います。講演につきましても、ISF 独立言論フォーラムの方でですね、また改めてアップさせていただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい。はい、それと、井上先生とは僕とは奇遇な形でのご縁があったなというのは、お会いした時にも話しましたけれども、実は、NPJ、ニュースフォーザピープルインジャパンっていうインターネットメディアで連載のブログを井上先生は今も書かれてるんですかね。書いております、はい、また近々新しいのが出る予定です。ああ、ですよね。僕は少し中断してますけれども、はい、僕も書かせていただいてたということで、僕もその頃から井上先生のですね、ブログを勉強させていただいておりました。どうもありがとうございます、はい、こちらこそ。私も木村先生の連載も時々拝見させていただきます。 ありがとうございます。それは恐縮です。それで井上先生のですね、プロフィールの延長上で、ホームページ上にありましたですね、弁護士を目指したきっかけとか、その他もう書かれてましたので、少し改めて私の方からですねお聞きしたいと思いますが、京都大学のご出身だったんですよね。そうです。その頃に大学民主化運動にも関われていたと。はい、一番ひどい時期でした。そうですよね、激しい頃で、はい、その頃にそういう運動にも携わったということで、弁護士を目指されることになったということですよね。はい。はい。弁護士になったら何をやりたいということだったんでしょうか。はい。やはり一番私の動機とすれば、おそらく近い将来、当時の感覚でですね、いずれ近い将来、憲法改正問題が、提起されるであろうと。はい、やっぱりその時に、やはり私の全勢力を挙げて、これに取り組むと、反対の立場から取り組もうという気持ちが非常に強かったですね。若い頃の非常に気負った感情だったとは思うんですけども、それが今になってこういう時期が到来してしまいまして、もういささか年は取っていますけども、当時の気持ちはまだ忘れておりません。それが日弁連のね、憲法対策問題本部長、副本部長もされてるということでね、一貫されてますね。それからいろんな運動にも関わってこられたということで、僕があっと思ったのはですね、福島市で非核宣言都市運動をされていたと。私が今住んでるのが福山市、福島で、福山市、隣の町なんです。失礼しました。福山市です。はい。当時、1980年代ですけども、ヨーロッパで、INF 条約に結びつく非常に大きな反核運動がありまして、そうですよね。その影響が、日本にも、及びましてね、うん、で各地で、非核都市宣言運動というものが起きまして、そして福山でも、じゃあそれをやろうよということで、当時の広大の先生などとも相談しながら、市民運動として取り組んだ記憶があります。実はですね、私も福岡県で、この非核宣言都市運動に関わっておりました。ああ、そうでした。私の恩師が、旧大の石川昌司先生で、その中心的な役割を果たされてまして、はい、僕は院生だったんですけれども、そのお手伝いということで、機関誌、を編集長じゃないですけど、少し作ったりですね、はい、そういうことをしていたので、あ、共通点があるなと思いました。そうですね。で、その後、はい、慰安婦問題に取り組む市民運動や、日本の侵略戦争の歴史を考える市民運動にも取り組まれておられるんですね。そうですね。当時、昭和天皇が危篤状態に陥って、全国的に自粛
の、空気が作られていきましたよね、はいはい、ああいうものに対してやはり私自身も、反発する気持ちがあったものですから、はい、同じような気持ちを持った仲間たちも、集まってですね、何かやろうよということで、うん、まあ、侵略の歴史というものを本格的に、勉強を始めたと思っています。まあ、私も昭和生まれで、昭和天皇の時代を生きてきた、一番元気な時にそういう時代を過ごしてきた人間の一人のものですから、はい、私は昭和29年です。1923年です、はい、先輩ですねどうぞよろしくお願いします。で、憲法問題に一般市民はどう向き合うべきかということも書かれて、おられまして、非常に説得力があるなと思いました。ちょっとご紹介させてもらいますね。憲法改正に関しては特にこれから大きな問題になるはずです。これは国民一人一人にとって大きな問題であり、皆さん一人一人が考えなければいけないんです。はい、で、具体的な提言として、憲法を身近に感じる第一歩として新聞をしっかり読むことだと思います。関心を持ちながら様々な情報を得てください。もちろん新聞情報には玉石混交の面もあります。だからこそ様々な視点で憲法を捉えることができると思います。また何よりもそういった情報を自分の頭で考え意見を持つことが重要です。いや、本当にこの通りだと思いますね。はい。素晴らしい提言をされていると思います。はい。それで、今日、お聞きしたい大きな問題はですね、昨年の12月16日に閣議決定されました、安保三文書ですね。まあ、防衛三文書とかも言われますが、いわゆる国家防衛戦略の、この、与党政府のですね、考え方。まあ、そして、つい最近、2023年度の予算案がですね、衆議院を通過して、もう参議院が、含めて、もう3月には成立するメドが立ったということですね、はい、この問題とも関連すると思います、防衛費ですね、増額と。それでまず、安保3文書についてですね、ポイントをお話ししていただければと思います、はい、まずですね、安保3文書の中で、まあ、国家安全保障戦略、それから国家防衛戦略、防衛力整備計画、この3点を意味するわけですけども、はい、やはり一番の中心は国家防衛戦略、旧防衛大綱と呼ばれていたもので、うんうん、結局この、まあ、国家安全保障戦略もそうなんですけども、国家防衛戦略も、いずれもアメリカのネーミングと同じものに揃えてしまっているわけですね。それは、ね、ネーミングだけではなくて、アメリカが作る戦略文書と調整をしながら、内容を常に調整しながら作っていったという、これは一昨年、昨年の、2プラス2でもそのようなことが書いてあるようにですね、ネーミングだけではなくて、中身もほぼ同じようなことになっているんですね。で、何よりもやはり、この三文書自身が述べていますけれども、戦後の我が国の防衛政策、安全保障戦略の大転換なんだということを言ってるわけですね。はい、特に防衛戦略 の, 戦後の大きな転換だと、転換点だと言ってます。それは何を意味してるんだろうというふうに考えた場合に、一つは、やはりこれまでの日米安保体制の下での日米の役割任務、これを大きく転換させたということがありますね。そうですね。これまでは立て方向を、そうです、おっしゃる通りです、ね。役割分担してたものですね、日本も攻撃的な役割を担うことになるということですよね。立てというのは言い換えれば、拒否的抑止力を日本が行使をすると。うん、そして、矛というのは、懲罰的抑止力をアメリカに委ねる。うん、それを言い換えれば、拒否的抑止力っていうのは、専守防衛政策の下で打ち出された抑止力構想ですから、専守防衛の下での日米安保体制、日米同盟の役割任務を、まあ、象徴的に表現したものでした。しかし今回の国家安全保障戦略、国家防衛戦略では、
この拒否的抑止力ではなくて、挑発的抑止力を日米が共同行使をするというところに、完全に転換をしました。具体的には、反撃能力のことを意味します。敵基地攻撃能力ですよね。いわゆる敵基地攻撃能力。三文書では反撃能力と言っておりますけども、まあ、ネーミングの問題もいろいろありますけども、ここは、はい、脇に置いておきますけども、この反撃能力が一体どういうものであるのか、はい、ということを、まず正確に理解する必要があるだろうと思いますね。ですから、役割、大きな転換ということは、言い換えれば、専守防衛を投げ捨ててしまうということでもあるんですね。ですよね。専守防衛の放棄ですよね。はい、実は国家防衛戦略、あるいは武漢で温床戦略、いずれも読んでみても、専守防衛というのはたった2箇所しか出てこないわけなんですね。どんどん軽視してるんですよね。ええ、今はまあ、風の言葉にすみません。専守防衛は維持するという言い方はしてますよね。そうです。それは絶対に下ろせない看板なんですね。ですよね。なぜならば、専守防衛というのは政策だけではなくて、憲法解釈の規範でもあるわけで、うん、自衛隊が憲法違反ではないですよという説明のために、憲法9条の解釈として専守防衛の下でということで、自衛隊が合憲だと言ってるわけですから、ですよね、これを捨ててしまえば、自衛隊違憲ですよというのも一緒ですから。ですよね。ですから、形の上では絶対これは投げするわけにいかないけども、中身は全部捨ててしまったというのが今回の、はい、三文書の最大の特徴です。そうですね。はい、敵基地攻撃能力、括弧付きの反撃能力についてはですね、日米共同運用でということになってますよね。はい、そうです。ただ僕はこれ、事実上アメリカの指揮権の下で、アメリカの軍事衛星の情報に依存しながらですね、そのアメリカの指示命令で、アメリカを守るために、場合によってはというか、その先制攻撃を行わさせられることになるんではないかというふうに恐れているんですが、はい、いかがでしょうかね。おっしゃる通りですね。もともと自衛隊っていうのは、これまで敵基地攻撃能力のノウハウは一切なかったはずなんです。専守防衛の下で敵国の領土に対して攻撃することは想定されていない軍隊、まあ、自衛隊、実力組織でしたから、うんうん、ですから、じゃあ、どこを標的にするのかという標的データベースはありません、はい、で標的データベースの中には、ハードターゲットなのか、ソフトターゲットなのかということも含めて、うんうん、位置情報も含めてきちんと整理しておかないと。ハードターゲットであれば複数の弾頭が必要ですし、そうするとターゲットでは一発で済むところ数発いるというようなものもあるわけで、あるいはそれが一体どういう軍事的な役割を果たしているのかという機能も含めた正確な情報がいるわけですけども、はい、それはアメリカしか持っていません。ですから自衛隊はいくらスタンドオフミサイルを持ったところで使いようがないわけですね。ノウハウがないから。そうするとそれはもうアメリカの指揮の下でやるしかない。というこれはもう軍事的な問題を考えれば常識的なことになるはずですね。それにこの反撃能力、敵基地攻撃能力を行使する場合に、今回の一つの大きな特徴として、その統合ミサイル防統合ミサイル防統合防空ミサイル防衛という概念を導入しました、うん、これはサンデル大綱では総合防空ミサイル統合ミサイル防空能力かいや非常に紛らわしいんだけども、はい、それを言葉を変えたわけですね、うん、アイアームドと呼んでいます。ローマ字の IA ですね、インテグレイテッドエア&ミサイルディフェンスですか、アイアームドと呼んでいますけども、これもともとアメリカ軍が開発したミサイル防衛を含む新しい防空システム、最新の防空システムですね。これはアメリカだけでは到底有効な実行できないので、同盟国も全部巻き込んでやるんだということで言ってきた。それを今回国家防衛戦略で導入を決めました。つまりこれはアメリカ軍の指揮の下で自衛隊がアメリカ軍と一緒になって、敵領土へのミサイル攻撃を行うという構図になってくるはずですね。そうですね。ですから、内容的にも まさにおっしゃる通りでして、
その指揮権の問題はさすがにアメリカの指揮の下でとは絶対に言えませんけども、その、まあ、例えば自衛隊の、日米の共同演習などの、陸爆、海爆などや東爆が発表しているプレスリリース見ても、まあ、連携要領とかですね、そういうことを書いていますけども、実態とすればアメリカの指揮の下です。で、一番それがよく分かるなと思った最近のことです。1月の24日だったか、ワシントンでのホワイトハウスの報道官 の、はい、記者会見の中で飛び出したことなんですけども、これまでアメリカは INF 条約で中距離ミサイルは保有できなかったけども、今それをトランプ政権で延長的に廃止しましたね。ですから急速な配備をするために今、着々と準備進めていて、日本本土、それから南西諸島にも配備する計画でした。しかしそれを中止したということをホワイトハウスの報道官が正式に述べたんですね。あ、それはそうですか。そうです。1月24日です。共同通信などにも新聞に出ております、うん。で、それはなぜかというと、安保3文書で日本がスタンドオフミサイルをたくさん保有することになったから、はいはい、アメリカは配備の必要性なくなったということのようですね。つまりそれは言い換えれば、日本 の安保3文書で定めたスタンドオフミサイル、中距離ミサイルはいずれもアメリカの中距離ミサイルの肩代わりだというわけですね。ですから、日本が勝手に使うことは想定されてないわけです。だから事実上、アメリカのミサイルをもう配備、導入するのと同じなんですね。そうなんです。おっしゃる、その通りなんですね。どういうからくりですか。非常に分かりやすい事実だなと思いました。うん、ですよね。ただ、その点についてはですね、国会でもメディアでも追及がなされてないと思いますね。ないです。もともと私はもう、2年、か3年ぐらい前からこの中距離ミサイルの日本への配備ということが言われていましたので、2019年だったかな、はい、18年か、INF を廃棄しましたよね、はい、それ以降、中距離ミサイルを日本に配備するだろうというのは、琉球新報 の、 政治部長だったかな、荒垣剛さんが、はい、スクープ記事を琉球新報に書かれた、はい、私もそれをすぐ読みました。ね、素晴らしい記事です。それ以降、私もこの問題について非常に警戒をしていました。はい、なぜならば、私も日本反核法律家協会に所属しておりまして、反核運動もやってるものですから、この地上配備の中距離ミサイルは核非核両用デュアルユースなものですから、日本に配備するということは、はい、敵方には通常弾とか核弾とかわからないミサイルを配備するわけですから、非常に危ない。ですから、この問題は大変な問題なので、ぜひこれは取り組んでほしいという気持ちがありました。だけど国会でこの問題はほとんど議論されておりません、未だかつて。その延長線上で今回の問題も、まだ、まあ、これからどうなっていくか分かりませんけども、あまり政治的な関心はなかったですね。だってヨーロッパであれだけの反核運動が起きたのは NATO の二重決定で、はい、アメリカ のソ連の SS-20 に対抗して、中距離の地上発射の、トマホーク、核トマホークミサイルですね、はい、それからパーシング2、これを配備を決定したことによって起きてきた反核運動、その結果として INF 条約が作られたという歴史的なものがあるにもかかわらず、ね、日本でそれがなぜ起きないんだろうというのは、私にとって非常に不思議だし、なんとかしなくちゃいけないという気持ちがありました。1980年代前半はヨーロッパでの限定核戦争がこう、はい、リアリティを持って語られた時ですよね。そうです。そうなんです。東西ドイツが核戦場になる危険性がすぐ出てきたということでね、はい、今は実はそれ以上の危機があるにもかかわらず、反対運動がなぜかですね、出てきていないという現状ですね。より深刻な状況だと思います。深刻ですね、はい、中国とアメリカの戦争っていうのは史上始まって以来の核保有国同士の直接の戦争になるわけですから、可能性も、ね、出てきているということでありますが、はい、それでですね、予算案のお話にも少しですね、はい、触れていただきたいんですが、今日のね、新聞各紙、まあ、ここに手元に東京新聞がありますが、
2023年度予算案は28日の衆議院本会議で与党などの賛成多数により可決され衆院を通過した。憲法の衆院優越規定に基づき3月中の成立が確定したと。一般会計の算出総額は114兆円超、そのうち防衛費は約6兆8000億円で、いずれも過去最大であると。防衛費をめぐり、政府は他国領域のミサイル基地などを破壊する反撃能力、敵基地攻撃能力行使の手段として、敵の射程圏外から攻撃できるスタンドオフミサイルの取得を推進、米国製巡航ミサイルトマホーク導入を予定する、取得費として2023億円を計上したとありますよね。このような形で、もう既成事実化といいますか、軍国主義じゃないですけど、本当に戦争ができる国家への道をですね、加速している状況ですよね。そうです。この防衛費の問題についてはどういうふうに見ておられますでしょうか。はい。防衛費は今後5年間で、はい、43兆円。そうでしたね。を想定しています。三ゼロ大綱の下での、中規模で27億でしたかね、それよりもはるかに上回るというか、1. 何倍ぐらいになりますか、1.5 倍以上ですね。最終的には2027年には、8兆9000億円、いわゆる真水としての防衛費ですけども、それをプラス、はい、NATO 基準でプラスすれば、11兆円ぐらいになるだろうと、GDP2% になる。言われてる世界第3位の軍事大国なんですよ ね, すね。そうです。アメリカ中国に次いで、ロシアをも上回るわけですよね。ロシア上回りますよ、軽く上回ります、はい、いやその大変なことになると思います。大変です。だけども振り返ってみると、日本 の, 国家予算の中でいわゆる税収と言われるものは60兆円台ですね。まあ、今回まあ少し景気良かったからっつって69兆円の税収なんですけども、うんうんうん、はい、それにしてもそれの1割ぐらいがもう防衛費に使うというわけでしょ。ね、家計の可処分所得の中で1割を、そのまあ表現は悪いけども、うん、遊興費に使っちゃった場合に一体どうなるのかということもやっぱり考えてみれば、今回の今年度の防衛予算だけでも、どれだけ大きな財政上の負担、そして私たちの暮らしに対する負担が覆いかぶさってくるのかが想像できるのではないだろうか。そうですよね。